だから本当にね、本当にメンタリスト大吾さんはどこにでもいます、ね、すごい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 、ね、はい、あとね、日本テレビ系列のアナウンサー、よくやってます ね、すごいやってます、はい、あの森さんとかね、はい、森さん、あとね、江原正宏、君はなんでそんなに熱心なんだって江原正宏さん、 GI チャンネル、略して G ちゃん、しゃべれー電波少女ありがとうございます、いや今日実はですね、はい、フルフレまっちゃん、うん、私たちのこのしゃべれ電波少女のですね、もうオフィシャルドリンクとなる、はい、ですね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 、フルフレオフィシャルドリンク、はい、ごみなさん見てください、抹茶なのに真っ白、そうホワイトコーラとか思ったとか、もうそのネタ使いましたが、真っ白、これ実はまだお水なんですよ、ただのお水ですから、ここを見てください、このね、キャップすごい大きいでしょ、ここの中に茶葉が真空パックで入れてあります。で、どういうことになるかと言いますと、これをペキッとひねってやると、ここに茶葉がドボーンとドロップされる、ドロップした後、はい、振ることによってもうリアルな抹茶爆誕、これがフルフレ抹茶飲みたいだけでしょ、ちょっとやってみましょう、やってちょっと見ててください、はい、キャップを見て、キャップを、はい、ひねる、はい、はい、見て見て見て、おほら出た、グリーングリーンなところが出ましたね、はい、出ましたね、そしてもう一回これを閉じます、さあ、そしてシェイク、これトム・クルーズのあのなんかね、あのカクテルみたいな、カクテルみたいな、ね、はい、There's a place called Coco ボーボーって、はい、はい、でもほら、はい、抹茶になったでしょ、そうですね、ちょっと見てみましょうか、ちょっと一口飲んでみましょうか、はい、キャップこんな感じですよ、ぜひぜひ、ね、これがインスタントだってまだ信じられない。それ味噌汁、それ味噌汁だろ。ちょっとですね、ここにあの、はい、ここでさっきあのなんていうのね、ご提供を受けました。お焼酎が、はい、あ、これ間違いなく焼酎ですね。これあ、そのまま飲んじゃうのね。あ、焼酎ですね。はいはい、麦焼酎ですね、これはね。はい、これに。はい、こんな感じでこう入れます。あ、なんて綺麗な、綺麗綺麗、あのオンザロックだ、松島智子さんが言ってるみたいな、あのライオンに食われたあの松島さんが、麦茶でしょ。あ、これは美味しいですね。違いますよ、あえてね、ま、そんなに苦くないんですよ、この抹茶は、うんうん、はい、だけど、ほんのりと本当の抹茶を飲む時のはんなりした甘やかさがありますので、これがね、焼酎のちょっとえぐみみたいなのを消してくれて、うん、すごいですね、これ。これお酒が進んじゃいそうですね。まあ、ちょうど今ね、お酒飲み時の時間なので、撮影時間は今お酒を飲むための時間ではないかと。これはね、はい、健康にもいいと思いますよ、これ。これ、歯間？バイタミン C がある。ビタミン C もたくさん入ってるお茶です。バイタミン C が入ってる、はい。ちょっとお茶強めにしてもいいのかな。僕はわりかし、焼酎がすごい好きなので、はい、すごい強いやつでも飲んでいくんですけど。だから、お客様の声ってやつでは、うんうん、確かにちょっと濃いめの方がいいって書いてありましたね。そうですか。うんうん、いや、なんか意見の合う客もいるもんですね。なんかどこの客だか知りませんけど、本当にすごい美味しいです。もうね、とにかく、まずひねって、はい、茶葉を落として、もう一回締めて、そしてシェイクバミューダ、バハマ、トゥルテテテテテテ、一緒に飲んなきゃいけないじゃないですか。はい、はい、まあそういうわけで、フルフレ抹茶、あ、今本当にこれね、我が番組の、はい、しゃべれ電波少女のオフィシャルドリンクでーす。はい、ありがとうございます。美味しい、はい、あー、酒飲もう。まあでも、キョウさん、実は今日ですね、うん、つい最近、我々で、はい、実は今すごく流行ってるクラブハウス、あ、クラブハウス、ね、この前ね、はい、やられてるアプリですよね、はい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 、音声の音声のね、クラブハウス、ね、ちょっとラジオ業界席巻してるっていう、すごいことになってますね、ねえねえ、すごいなと思って、数日前っていうのは多分1月の下旬ぐらいに、はい、芸能人大量参入してきたんですよ、そうですね、そうですね、もうなんかめちゃくちゃいろんなやつらが来て、はい、まあいそうな人間、まあ、なんか田村亮君とか、はいはい、論文の亮君とか、亮君とか、淳君か、淳君とかやりそうだじゃない、はい、
とか、今で言うとこう落合陽一さんとか、はいね、大悟くんとか、もう来そうな人もやってるんだけど、うん、もう結構芸能界で、ね、激震が走ったのが、はいはい、品川庄司が2人揃ってやってたって、お前らあんな仲悪いのによくやってたって確かに確かに確かに、いやそれは2人レギュラーが今ほぼゼロなのよ、はい、レギュラーゼロでついに2人がたどり着いたところが最果ての地がこのクラブハウスだったって、もうね4000人ぐらいみんなが聞いてて、はいはいはい、もう全国の人が、うん、大丈夫かこいつらって心配してたんだろうね、はい、なんかこの緩い感じがなんかすごくやっぱりいいということ、あとね、例えば名前をちょっと知ってるけどちゃんと話したことがないなっていう人が、例えばこうリスナーの中にいるなと思った時、はい、ご指名したら意外に簡単に会話が始まるっていうのがあって、僕もねこの間こう喋ってたら映画評論家の有村昆さんが、あ、いらっしゃいましたね。そうそうそう、有村昆さんが来たんで、あ、昆さんとちょっと話したいなと思ってて、ちょっとね昆さんとの間にこう壁ができるような事件があったんでちょっとこれを修復しようかなと思って、有村昆来いって言ったらね、有村昆カムインでねなるほど、もうすごい話が昆カム、そうそうそう、うん、はい、でもうその後また人間関係がフラットに戻るという、素晴らしい、そうやっぱ そういう意味でもいいツールですよね。そうですね、で使い方がわからないってよく言うから、みんな、はい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 、ちょ例えば今僕がスタートアルームを押したら、うん、はい、あるんですよね。それで大地君がそれ受けたらこれ会話が始まるわけ、ぜひぜひちょっと待ってください、はい、スタートアルームもういきなり行きますよ、はい、レッツゴー、いきなり始めてみます、はい、はい、これ私もスタートアルーム入れた方がいい、僕のところに参加してくれたら、はい、僕が引き上げ、あ、めぐめぐちゃん、めぐちゃん登場、おはようございます、めぐみちゃん、はい、今ゴートゥールーム、はい、あ、おはようございます、来た、めぐみちゃんって言った、後藤さんです、後藤さんで、うん、はい、後藤めぐみちゃん入った、これでまだね、入ってない、うん、ゆう手挙げて、大地くん手挙げました、はい、手挙げました、これ手挙げるとボタンもあるんですよ、プラス、はい、あ、ジョインアスタスピーカーって出てます、ね、あれ、うん、そこ、そう、これ押せばいいですね、押したらいい、ジョインアスタスピーカー、そうそう、あ、入りました、まあ、みんなもう、後藤さん、おはようございます、おはようございます、今ね、さっきやってたんだけど、うん、かなりブツブツ切れる時間だね、あー、そうね、まあ、いきなり今さ、これ、後藤さん、後藤めぐみちゃん、ほら、あれの今、このクラブハウスのいいところを喋ろうと思ったんだけど、ブツブツ切れるっていう、まず、ディスるところから喋って、いやそうです、うん、クラブハウスをね、こうやってこう紹介する、これ、あ、大地くん上に入ってる、あ、入ってます、うん、はい、問題ないね、はい、誰が来たよ、安代さんって方、安代さんが来た、安代さんどうぞ、これは誰でしょう、どうぞ安代さんでも今なんかね、わーわー説明してるだけなんで、なんだかよくわかんないかもしれませんよ、喋れ電波少女、喋れ電波少女、収録中、収録中です、私たちの YouTube チャンネル喋れ電波少女っていうのの、はい、収録中です、やってます、すいません、本当もうやかましくて、で今4台ぐらいの携帯からずっと同時になってクラブハウスが同時になってるんで、うるさくてしょうがないうるさくてしょうがない、はい、そう一つさ、俺でもね、みんなが言わないから、クラブハウスっていうね名称はさ、昔ウイスキーであったの、はいはい、覚えてる？いや、分からないです、はい、ね、ジョン・ローンが CM してたの、ジョン・ローンってラストエンペラーのジョン・ローン、イヤー・オブ・ザ・ドラゴンとかラストエンペラーをやってた、はい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 、ジョン・ローンさん「At the Clubhouse I will see you again」っていう歌を歌いながら、もうジョン・ローン大ブームだったわけ、ラストエンペラーの後、はい、だから今ネットで弾いてみて、クラブハウスっていうお酒が昔あったの覚えてる人こんばんみよくね、クラブハウスはね、ビビる大木があちこち参加してるんで、よく見るとビビる大木のねアイコンが出てきますね、はい、そしてクラブハウスというお酒を覚えてる人は、はい、そこをプッシュしてくださいね、コメントにコメントにください、書いてくださいね、はい、というこれがあれなんです。じゃあこれ一応テストパターンなので、せっかくご参加いただいた方、申し訳ありませんが、はい、一旦これでルームを終わりたいと思います。すいません、安代さん、ごめんなさいね、はい、安代さん、すいませんでした、はい、じゃあめぐみさんもありがとう、うん、めちゃめちゃありがとう、しゃべれ電波少女楽しそうだな、
楽しいでしょ、ね、こんな感じでね、すごいこんなイージーにできちゃうってことですよね。私これ結構ねすごい気に入ってるというか、うん、あとこう人のずっとこう聞いてて、変な話、日本だけじゃなくて海外の聞くと、はいはいはい、イタリア語でずっと喋ってる人とか、ま、はい、内容は何も分かりませんよ、うん、何も分からないけどずっと延々イタリア語の会話をこう聞いてたりとか、じゃあある意味リスニングのなんか教材みたいな、あ、すごい英語とかいいと思う。やっぱりねみんなね英語の普通の会話、多分友達同士で喋る時って日本語とかでもこうむちゃくちゃこう文法を無視した喋り方するじゃない。あのさ最近ダリーね、これで、ダリーンでさ、この間新橋行った時、なんかリフレの、あれと言って、わかるな、それで、こういう感じで喋ると、もうザ・リアルな英語になっちゃうね。だけど、クラブハウスに来ると、みんな、やっぱりみんなに分かってもらわなきゃいけないんで、ちゃんとね、文法通りの英語喋ってるのすごく聞きやすくていいよ。それで、そういう利点と、あとね、例えば、Tinder ってわかる？いわゆるペア、マッチングアプリ、はい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 、Tinder って結構なんかアメリカでもわりかしこう軽い感じで会う人が、まあいろいろマッチングアプリもさ軽いのから硬いのまでいっぱいあって、ありますね、もうガチで結婚するやつじゃないと参加しちゃいけないとか、あるいはその今日だけとりあえず飲んででまあ帰ればいいかなっていう、そういう こう軽いやつもあって、この Tinder アメリカとかに参加してるやつ聞いてたらもうろくでもないわいっぱい喋ってて面白い。いや別に僕 Tinder で嫁さんを探してるわけじゃないですね、前回もオーラの見える先生から言われましたけど、いろいろ私は学びの途中で、学びの最中、あ、それ過去の動画見てくださいね、あなたは本当に離婚したのはその学びですよって勉強ですよ、ズバッて言われてですね、もうね、グーの音も出ないからね、グーって言ってましたね、グーの音は出たね、グーって言ってましたけど、はい、まあてな感じで今クラブハウスを扱ってるんで、うん、はい、これはちょっと今ね大ブレイクしてるんで、この1週間ぐらいがいいですね、うん、だって芸能人もさ、僕らもみんなまだこうクラッカーマークがついてる、はいはいはい、まだ1週間過ぎてない人ばっかりだもん、うん、こうポッと見てもさ、そうだからあれですよね、京谷さんがそこに入っていくと、うん、あ、京谷さんだってこうやって上げられるじゃないですか、そこにポッと入れちゃうっていう、うん、まあ、それもすごいね、このイージーっていうかラフっていうか、ねね、すごいなと思って、うん、だから本当にね、本当にメンタリスト大吾さんはどこにでもいますね。すごい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 。で、はい、あとね、日本テレビ系列のアナウンサー、あ、よくやってます ね。すごいやってます。はい、森さんとかね。はい、森さん。あとね、江原正弘。あ、ね、君はなんでそんなに熱心なんだって。江原正弘さん。やってますね。モノマネの。はい、あ、すごいと思います。だからクラブハウスね、なんか僕らの名前見たら、気軽にジョインしてください、ジョインアザスピーカーで出てきますんで、ね、これ多分喋れ電波少女でなんか一個スレッド作ってやるってなんかありじゃないですか。いいです ね。怒られない程度、そうそれ怒られない程度にやりたいと思います。ゆるりとした感じで、ゆるりとした感じでいきたいと思いますね、はいはい、ぜひぜひ、はい、ということでクラブハウスのご説明、その前にもう一回フルフレマッチャーお送りしました何者ありがとうございます。